水素原子の電子軌道、明るいほど電子の存在確率が高い領域であることを示す。電子軌道とは電子の状態を表す位置表示での波動関数のことを指す。電子軌道は単に軌道と呼ばれることもある。電子の分布のことを軌道と呼ぶのは電子は原子核の周りを回っているという誤った仮説が長い間信じられていたことに起因している。英語では 古典力学的な軌道をオービットと呼び、それに対して、量子力学的な軌道はオービタルと呼んで区別している。しかし、日本語ではこれらを、両方とも、軌道と呼ぶため、電子についての誤解や混乱が生まれることもある。このような誤解を避けるために、校舎をオービタルと呼んで区別することもある。量子力学が成立する以前、長岡半太郎、アーネスト・ラザフォード、 ニールス・ボーア、アルノルト・ゾンマーフェルトラが提唱していた原子模型では、電子は原子核の周りを運動しているとされており、この奇跡が分かれば、電子のある時刻における位置や運動量といった物理量を計算することができると考えられていた。しかし、量子力学成立後、電子は粒子と波動の二重性を持ち、 電子が単純には運動していると捉えることは正しくはないことが明らかとなった。その代わりに電子の状態は波動関数によって表されることが示された。波動関数により電子の位置や運動量などの物理量の期待値を計算することができる。ありがとうございます。